焼きそば弁当の超大盛り版、でっかい焼きそば弁当のパッケージ調理後の焼きそば弁当と中華スープ、焼きそば弁当のおかか風味のパッケージ焼きそば弁当とは、マルちゃんブランドを展開する東洋水産が北海道エリアで販売するカップ焼きそばである。なお、焼きそば弁当は東洋水産の商標登録である。百七十五年、焼きそば弁当発売開始。 北海道は従来から東洋水産のインスタント製品のシェアが高い地域であり東洋水産の焼きそば弁当が北海道のカップ焼きそばのトップブランドとして定着しているその高い人気から充実した様々な商品展開を行っている北海道では焼きそば弁当を展開している関係でかつては昔ながらのソース焼きそばが販売されていなかった時期も あった。なお、2007年2月以降、東北、新越地方と共に販売が再開された。北海道内の空港や JR 北海道の駅などの売店では、お土産品として、リボンナポリン、コアップ柄な、札幌クラシックなどと共に販売されている。その他の地域では一部のコンビニエンスストアや、スーパーマーケットで常時、または不定期に販売が行われている。また、 各地にある北海道のアンテナショップでも販売しているところがある。その他、不定期に行われる北海道フェアなどの祭事にて販売されることもある。青森県内の一部店舗では2016年3月26日の北海道新幹線開業に関連して当商品を扱っている店舗がある。名前の由来としてスープを入れているため厚みのある大きなカップの形状から 弁当箱に似ているとの説明がある。東洋水産にて当商品と同様に、全国展開しない地域限定商品として、ダブルラーメン、焼きっぺ、屋台18番等がある。当初は、プラスチック製の二重構造の入れ物で、下の蓋がスープ用、上の蓋が麺用及び、湯切り用だった。近年製造型は、通常のカップラーメン同様紙製に切り替わっており、 雪きり用の穴が設けられた紙製豚により雪きりされるようになった。2010年2月以降の出荷分により焼きそば弁当シリーズのすべてがジャスマーク認定となった。それ以前は焼きそば弁当と大判焼きそば弁当のみジャスマーク認定だった。社名が示すように東洋水産ではもともとクジラ、サケ、カニ、サンマ、 イワシなどの魚類の加工や缶詰の製造が盛んで、水産業の流通経路と物流網が北海道の隅々に確立されていた。そこへ、東洋水産製品の食品を導入したのが、きっかけで他のメーカーよりも早くシェアの拡大に成功した。他のメーカーが参入するときには、広大な土地柄もあり、販売網の確立が困難で、 丸か食品など一時撤退したメーカーもある。後に対抗するようになった日清食品を例外とすると、すでに販売網を整えていた東洋水産に対抗できなかった。なお、日清食品は同様の商品、焼きそばできました。を2003年から北海道限定で発売している。野菜と肉が入った火薬袋、青のりと、 紅生姜の粉末と一緒の別袋で粉末の中華スープが付属する。一般的なカップ焼きそばの調理方法では、熱湯を注いで麺を茹で上げた後、通常、湯は捨てるが、この製品は湯を別の器に注ぎ、粉末スープを溶かすことで中華スープが出来上がる。このことが他社のカップ焼きそばとは一線を隠す。焼きそば弁当シリーズ2021年3月時点。 麺の質量はいずれも調理前のものである。野球丼弁当 CM には、古くは、ブラザートムやアカシアさんま、今田孝二、柳沢慎吾などが登場していた。2004年には、山田孝幸、2005年に、浪田洋区、2006年には、石原良純が起用された。2007年以降は、北海道出身の高安土都市が起用されている。ありがとうございます。